サーバントライダー、アルトリア・ペンドラゴンだ。この私が来た以上、理想の生活を覚悟してもらおう。二度寝も運動不足も許さん。掃除洗濯は徹底的にやる。料理もできる範囲でやってみせよう。なんだ、メイドがモップを持つのは当然だろう。こう見えても聖剣級の万能モップだからな。ご主人様におかれましては、おとなしく椅子に座って様子を見ているがいい。この服装も馴染んできたな。良いことだ。あえて私から言おう。このコートに何か問題でも？メイドとは規律を守るもの、すなわち軍隊だと私は認識している。重ねて言うが、この武装に何か問題が？ここまで戦力が整うとは、感謝に堪えない。もはや敵なしだな、ご主人様。このセクエンスとモップがある限り、貴様には揺るぎのない勝利が約束されるだろう。それはそれとして、そろそろ深夜の買い出しタイムだ。ポテトの揚げ物と炭酸飲料の買い置きは十分か？私は貴様に仕えるサーバントだ。最強のメイドが和やかマスターに首輪をつけて教育しているとイメージするがいい。良き信頼関係は何者にも代え難い。私はそう思っている。私が厳しいのは貴様を信じているからだ、マスター。今はぐうたらでも、必ずや英国一のジェントルになるのだと。迷惑か。聖杯か。願いをかけるという用途では信用できないが、入れ物としてなら興味がある。聖杯が無尽蔵の魔力を収納するのであれば、あるいはそれがチョコミントだとしたら。私は貴様に仕えるサーバントだ。最強のメイドが和やかマスターに首輪をつけて教育しているとイメージするがいい。良き信頼関係は何者にも代え難い。私はそう思っている。私が厳しいのは貴様を信じているからだ、マスター。今はぐうたらでも、必ずや英国一のジェントルになるのだと。迷惑か。聖杯か。願いをかけるという用途では信用できないが、入れ物としてなら興味がある。聖杯が無尽蔵の魔力を収納するのであれば、あるいはそれがチョコミントだとしたら。私は貴様に仕えるサーバントだ。最強のメイドが和やかマスターに首輪をつけて教育しているとイメージするがいい。良き信頼関係は何者にも代え難い。私はそう思っている。私が厳しいのは貴様を信じているからだ、マスター。今はぐうたらでも、必ずや英国一のジェントルになるのだと。迷惑か。
聖杯か。願いをかけるという用途では信用できないが、入れ物としてなら興味がある。聖杯が無尽蔵の魔力を収納するのであれば、あるいはそれがチョコミントだとしたら。お帰りなさいませ、ご主人様。見ない間に生活習慣の質は落ちていないか。きちんと食事はとっているのだろうな。何？今日は食べていない？そこに星座だ。レンチンが済むまでサラダでも食べている。見ての通り、今は職務中だ。マスターらしく、そこでゲームでもしながら待っているがいい。